いつね、結構恨み買ってるんですよ。実は。なるべくして、恨み買ってるんで。これ、終わってない？キングオン。鍵かけれないの。入られてんだよって、もう一回中に。それ、利便性とかマジで危機感なさすぎだろ。俺しかいない時に、拠点の扉ぶっ壊されまくりました。いや、ポリマ助かるわ。神だよ、神。もうね、ポリマ10個しかなかった、この拠点に。触ってみ、これ。あ、ごめん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 、何、あ、やや、手出したの、あ、手を置いて、高いやつと低いやつ、うわ、キモ、おいボン、すげえ、なんすかこれ、めっちゃ捕まえてるじゃん。もともといたし、いたけど、はいはいはい、なんか数日前に抜けたらしい、ね、そう、あのログに残ってるミッチーですよね、そうそうそう、数日前に抜けたらしい。だから、しゃあない。じゃあ、じゃあ、まあ、やるしかないでしょ。でもやるしかないでしょ、これ。スタンミたちのとこに攻撃しに行くんじゃなくて、そう、先に潰さないと。ミッチーをやらないと。ああ、なるほど。やりますか。俺、うん、あいつに恨み持ってるやつ、一人知ってるんですけど、ちょっと、そいつ連れてきてもいいですか。いいよ。めちゃくちゃ恨み持ってんじゃん。あいつね、結構恨み買ってるんですよ。実はなるべくして恨み買ってるんで、ちょっと聞いてきます。オッケー。一番俺たちがごたついてるとこに来たな。誰もいねえしよ。まあでもいい予行練習な気がする。来てくれて、なんかいいあれに なってる気がする。割とダラダラやっちゃってるから。つかこれマジで木が重すぎて向こうに持ってけないのめんどくさいんだけど。まとめて持ってけないかな。じゃあマジで話を続けすると本当に悪いことじゃないんだよ。なんかでも悪いことじゃないんだよ全然。いいのよ。マジで。まあ俺はやらないけど、そこ前提でなっちゃってるからな。このサーバーはやりたくてもやれねえって感じかな。俺は荒れるから 100%。 みんなペットとか野ざらしじゃん。簡単に多分ぶっこ抜けちゃう。一人でも開けてるし拠点。木と石、最後ミスったな素材これ。木と石ってか、なんでこれぶっこ抜けなくしてんの。パスワードかけれなくしてんのこれ。想定してないんかな、こうやって入るの、アクセスするの。金庫の意味ないじゃん。金庫があったらさ、別に多少ほっといてもいいけどさ、絶対抜けないじゃん。これ終わってない？金庫鍵かけれないの。抜けないのこれ本当に。大丈夫なのこれ。ああそうなんだ。パスワードかけないとダメって言ってる人いたからダメなんかなと思ったけど、じゃあこれでいいじゃん。 OK です。じゃあ大丈夫だね。え、本当に？あ、いや、うん、いや開けれないか。本当に？でも
あでもアトラスとかでも自分たちの場合は何にも出なかった気がするな。警告とか多分本当なんだ。危ねえ、俺マジだ、一緒だと思ってたから。なんたらイケメンパラダイスじゃなかったっけ、一緒だと思ってたから三人たちのとこに俺知らなかったら勝ち込んでたかもな。まあ夜だけど、行くとしても夜だけど、全員揃ってたけど。オフラインレイドもちょっとオフラインレイドをワンチャン考えないといけないなマジかよ。うちあれだからね、河川さんたちと一緒だから、ちょっとこれ河川さんたちと分けないとちょっといかんかもね。もう分けていいかもね、クラン抜けてもらって別行動してるから。基本オフラインレイドじゃん。だからオフラインレイドされないためにわざわざ朝起きる生活にするとかさ、そういうのやるわけなんだけど、この手のゲームってマジで全然あるぞこれ、このゲームで。まあ垂れっといときゃいいけど、垂れっといときゃいいけどね。垂れっとくべ、垂れっとプラント X とかやんないとな。今日中に準備はできてるよ、準備はできてる。プラント X とかやる、オフラインレード、あっ、裾様のオフラインレードあるなこれ一番やばい裾様でそう、河川さんたち別行動だからこれオフラインの時狙えないようになってんすよこのサーバー。でも誰か一人でもいたら扉とか壊せるんですよ簡単に。河川さんたちが遠い時に、遠いから河川さんたちがログインしてて俺ら誰もいない時にここ来たら全部フリーでぶっこ抜ける。同じ映像からオフライン向こうがなくなる、ない。だから分けた方がいいかも、これだったら。いや、ありえるありえる全然ありえる。俺もうそこまで想定してる今。なんか思い出した、みんなやったことないからそう言えるんよ。このゲームそういうゲームだから、やったことないからそう言えるだけだよ。ないなんて、本当はそういうゲームなの。やったことないから言えるだけ。全然ある。まあ少なくともいるんだなって壁を壊すぐらいはあると思う。あ、マジでいなかったみたいな、あ、マジでいないのみたいな、やめとこってのはあるかもしれないけど、壁壊す恐竜殺しとこぐらいは多分あると思う。もう少ししたら多分みんな攻撃的になると思うんだよね、ある程度サーバーが閉じる前とかになったら。そろそろやったりますかみたいなタイミング来ると思うんだよね、その時とかね。例えば絶対バチバチにやり合うようになると思う俺。これ金庫足りないっすよ、量。ついに俺たちのチェストにもアモーという文字が。金庫足りねえっす、ゴミ捨てる。ボドカポリマー持ってきてくれるかな。誰かログインしたら俺も少し離れたり、てかもう少し分担してやれるんだけど。
みんな寝てます、この時間は。さすがにみんな来ません。いや、しょうがないって、利便性とか言ってらんねえよ。入られてんだよ、だってもう一回中に。それ利便性とかマジで危機感なさすぎだろ。そんなゴミみたいなこと言ってたらダメだろ。今もう文房取られてたら終わってんだよ。だって普通にオフライン、みんなオフラインの状況でこの状態で取られたら終わってんだよ。危機感なさすぎでしょ。もちろん操作場なんて危機感ないのが当たり前だよ。でもそれをやってくるんだよ、それをやってくるんだよ。やってくるやつがいるって考えて動かなきゃいけないんだよ。これぐらいやったら当たり前だよ。危機感なさすぎる、マジで。なんか甘かった、結構。今まで扉開けっぱにしてたけど、それパッと入って抜かれたらもう終わってんだよ、終わるんだよ。実際ある程度の信頼関係でもう結構慣れ合ってるかもしん、慣れ合ってやるじゃん、俺らやってたけど、やってるけど、取られるんだよ。全然あるんだよ、そういうプレイが。危機感ねえってマジで、そんなこと言ってんの。ちょっとこの手のゲーム向いてない。利便性とかもなんかしょうがない、取られないのが一番なの。利便性もクソもない、1階に作ればいい、いい話。もう1個同じような拠点を、だったらもうやるしかないんですよ、俺。ダメっす、俺やるしかないんですよ。ただもう中にもタレット置くんじゃない、これ。これ中にこれ置いてる時点でパラキャラとかトリキャラ出せないから、中にタレット置いたらもう人間が来るしかないから、殺せるよ絶対。ここ狭いから、この扉だったら入れないじゃん、これパラキャラとかトリキャラ。主要部分はタレットで人間殺せるから、それは強いかなと思ってんだけど、そうでもない。ダメ？だ、外にタレットとか送ってたから、だから今無理なんだって。だから今無理なんだって、素材がないんだって。タレットとか素材全部使った後に来てるから素材がねえんだって。戦争に使う恐竜に全部使ってんの、こっちは。タレットとかもちろん今日送って、その話をしてたんだよ。だから俺も次タレットだなって言ってポリマを取りに行ってたら来たんだよ。だからねえんだって素材が。そっと固めるの分かってんだよ、素材がねえんだって。だからとりあえず今壁から適当にこことここ貼るしかないだろう。まず中貼ってんのよ、まず中貼って外も貼るのよ。そしたらポリマを取りに行く。これで終わりか。まずなんだ、ほんとここに壁貼りたいんだけど、これどうしよう。これなんでここ貼れるわ。リムさん、リムさん、ごめんごめん、リムさん。でここでこうでしょ、ここカーッて囲めばいいんでしょ、イメージ的には。ここを囲んで、ここを囲んだ方がいいって感じ。さらにここだけでいいかな、ここ囲んでここガッて囲む感じでしょ、イメージとしては。多分外囲めって言ってる人は、先に中からやってる。タレットはでもできない、物資がねえのよ、ねえのよ。俺結構今危なかったと思ってんだよね、本当に。本当に危なかったと思ってんだよね。なんか思い出したわ、特にふぬけてたから。なんか思い出したわ、このゲームの感じ。普通に扉開けっぱにしてたら大事なもんだけ取られて、いつの間にか取られ、なんか入ってるぞっつって取ってくれるみたいな結構多いからね。いつの間にか入ってきて、
あのその身一つで入ってこれるのが一番結構やばい。あれとか抜かなくても入ってこれるのがやばい。このゲーム、この手のゲームって何もしてなかったら壁とか抜かなくても入ってこれる。何もしないじゃん。これ壁とか入らなくても多分入ってこれちゃうよ今。だからもう俺多重ロックしとかないと。俺結構経験あるからな、アトラスとかでも。ラストは一瞬しかやったことないけど、リスナーってやったらぐちゃ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 になんかリスナーを語るやつに入ってこられて、リスナーのふりして入ってこられて、中身とかぐちゃぐちゃにされたわ。ちょっと思い出したわ、このゲームの、この手のゲームの感覚を。ストサバとはちょっと甘かったわ。で、こうやってここを囲いたいのよ。できるかな、ちょっとこれ怖そう。ちなみにこのゲームってここに貼ったとして1枚1個で石壁何個だったっけな、3個で壊せんだっけ。真横にある壁にもダメージ入るの？入るんだ。結構すごい入るな。せっかく誰かが置いた。あー、リリム水が、リリム水が、おはようございます。木野さん、はい、多分何も抜かれてないですけど、はい、俺しかいない時に拠点の扉ぶっ壊されまくりました、はい、中にも普通に入られたかも。入られた感じですか。でも多分モンボとかは金庫に入れたから大丈夫だと思う。あ、一応確認しててください。多分大丈夫だけど、ちょっと利便性は悪くなるんですけど、使いにくくなるんですけど、壁張ったもん、はい、あ、了解っす。ちょっとすげえ使いにくいけど、快適な場所は1階に作りましょう。また OK っす。とりあえず物置としてもここを固める。戦争するところがぶっ壊してきたんですか？ではないっす。え、ではないんすか？ではない。最初そうだと思ったけど。なんかそんなヤクザもいるんすね。ああいるんすね。結構壊された。見てた。タレットとかだからこう使いにくくなるから。すごいな、ぶっ壊してくるんだな。だ、大丈夫ですか関さん。何ですか？俺に一言命令してくれればやってきますけど。あ、夜行きましょう。あ、オッケー。ただソロだから。あ、ソロっぽくて。そうなんですか？もしオフラインだったら壊せないんだよこっちから。じゃあ人揃ったら行きましょう。
OK、僕をしますか。はい、まあどっちみち拠点固める予定だったからちょうどいいかも。ほんと建築わかんないからエビさん来てほしいんだけど、とりあえず囲わないと俺ファーム行けないからポリマー欲しくて、とりあえず囲おうかなと思って今変なふうに囲っちゃったんだよね。ほんとはエビオさんに聞いては絶対いいじゃん建築なんて。おでもとりあえず囲わなきゃいけないから囲ってる。 OK です。俺ちょっとまずいのが、はい、下の12時までステータスがゴミなんですよね。ああそうだよね。なんかもう作成ボットなんで今大丈夫です。多分相手一人なんで後ろから撃ってるだけでもいいですよ多分。あ、オッケーっす。うん、はい、行きましょうや。スクリームっす、スクリーム一緒か。すごいっす。楽しみにし、楽しみにしよう、マジで俺。あれなんか物量で行こう、物量で。物量で確保しますか。そう。お、これ。どうなんだろう、なんかもう一回ステータス振るやつ飲めるんですけど、飲んだら変わるんですかね。え、一応24時間って書いてあるんですけど、効果設定には飲めるんですよね。さすがにダメダメなんかな、これどうなんだろう。有識者てか飲んでみていいですか。いいんじゃない。だ鉄の壁って安いな。あ、関さん、いけた？俺主戦力すぼこせます。おお、よかった、よかった。なんか搬入口欲しいなと思って。搬入口、動物とかのか、この部屋に入れ込む、はい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 、この窓に金庫を置いて、はいはいはい、侵入防止兼旋盤の裏に旋盤に必要な金庫を置くとかやったら良さそうだなと思うんだけど、金庫ってこれどうやって作るんだ。金庫なんかポリマーとか、でもポリマーないんだよな。結構楽っすね。ポリマー俺今から砂漠にカマキリ狩りとか行ってきますよ。あー、ありがてえっす。それできたらそうなんだけどな。あ、捨て振り間違えた。あ、主戦力終わった。雑魚もうでもなんか移動速度に間違えて近接攻撃に振ったんでまあギリギリ。オッケー。これさ、ここにさ旋盤で使う系金庫を置いてとかやったら結構便利そうじゃない。ここに鉄入れて、外から外から鉄取りで入れて、でここから搬入する。置けるの？ポリマーがないから試せません。金庫が試したいけど、ちょっと待って、あれするか、チェスト試してみるか。
今、まあ、でもあんま言うとな、でも本当にこれは対応しなかった、そこまで考えてなかったこっちが悪いのであって、悪いかもしれないけど、まあ、ゲームこのゲームの本来の話で言えば悪いのであって。はいはいはい、あ、関さん助けてください、またあ、あ、ちょ、助けて、俺もちょっと体重いわ、これ乗れる、これで、あれだからね、これは別に悪く言うようなあれではないからね、とだけは言っとくわ、もう一回、まあ、悪いかもしれないけど、対策してなかったの誰もしてないからな、こんなんで。極度な誹謗中傷は絶対やめた方がいいっす、それは間違ってる。荒れるのは、荒れるのは擁護できない、それは多分俺がやってもめちゃくちゃ荒れちゃうから、だから俺はやってない、俺がやっても絶対荒れる、ふざけんなみたいな、空気読めねえ老害みたいな感じで多分めっちゃ言われるから、荒れるのは割としょうがないですし、それも多分分かってやってると思うけど、ガチの誹謗中傷みたいなのはちょっと違うと思う、ゲーム性的にそういうゲームではあるから、そういうサーバーではないのかもしれないけど、そういうゲームではあるから、ガチの誹謗中傷みたいなのはなんかそういうのやめようとは言っとく。ちょっとあんま俺もコメント見てなかったんだけど、あれるのはねあれだけど、まあ、誹謗中傷は多分違う。あ、いやでも大きい、あでもこれいけるわ多分、あっちいい、これあ、これあっちいい、これでこれがいけるから多分金庫いけるわ。なんかボドカがあれ、あ今日だ、ボドカがカマキリ行ってるかもしれん。あ、行ってるんですか今。ボドカさんも欲しいって言ってたから。絶対シナマン取ってきた。あ、カマキリ行ってるっぽいっすね。これじゃあポリマーでも無限に必要ですよね。ポリマー無限っすね多分、多分あとなんだっけ、まあなんかいろいろないかも。まあでも取ってこれるやつは、取ってこれるから。なんか基板とかって何で作るんだっけ、あれもポリマーだよね。あ、落とされるのこいつら、そんなバカなん。下に置いとくわじゃあこいつら地上部隊にするか。まあ落ちても死なないけどね別に恐竜は。ワイファンをタレットモード置いとくんだ、へえ、何それ、え、ワイファンタレットモード、何それ何それ。いやなんかありがたい、でもいろいろ知れて本番に向けてマジでありがたい、本当にありがたい。俺そんな知らんし、これを当日になってからやれって言われたらめんどくすぎて俺無理だよ。あ、おかえり。なんか Y 版って俺これ降りれるかな、降りれへんなそれはね。 Y 版タレットモードあるらしいよ、
置いとこうよ、これタレットモードにして。よし、めっちゃやった。 おかえり。これさ、有機ポリの回ってどこに入れやいいですか。あ、有機ポリは冷蔵庫かな。冷蔵庫、これ最強じゃない？ Y1 タレットモードにできるんだって。え、自動で攻撃してくるらしい。めっちゃ強くない？最強じゃないですか。え、めっちゃ強い。どうやんのこれ。ポイズン、え、それやったらポイズンワイバーン量産して城をポイズンワイバーンに守らせとけば対人最強っすよ、毒で。ね、そうなんや。右下、あ、あった。タレットモード横にしてみた。ちょっと抜けて撃たれてみてよ。ちょっと待って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 、マジか。ちょっと待ってくださいね。いいよ、抜けなくて、抜けなくていいよ。抜けなくていいか。抜けなくていいよ。え、これ抜けたらって権限飛ばないか。権限は SNC に残るんだよね。これ大丈夫なんだよね。あ、そうなんですか。ね、権限 SNC からあれなだけだから、入り直しはまた使えるもんね、ペット。でも擦り込みとか消えちゃうんじゃないかな。いや、それめんどくさいな。ね。あ、冷蔵庫か。あ、ペット置いてねえや。どこに置けばいいんや。冷蔵庫を適当に入れていいですか。いいよ。いや、ポリマ助かるわ。神だよ神。もうね、ポリマ10個しかなかった、この拠点に。あれ、ポリマ入らないぞ。あ、入らないんだ。冷蔵庫に入らないらしい。じゃあ金庫でいいや。なんか腐るから冷蔵庫のいいかなと思ったんだけど、あのエアプですね、なんとなくでいった。じゃあ入れていきます。ありがとう、助かりますわ。なんでそんな真面目にやってくれるの。真面目にやるでしょ。いや俺ね、アークね、真面目にやった方が楽しいよな。そうこのゲーム。まあなんか積み重ねが面白いゲームだもんね。そうなんすよ、自分がやったことの積み重ねが。そう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 、分かるよ。向いてるのかもしれない。向いてるね。素質がある。これポリマーって無限っすか。無限に欲しい感じっすか。無限じゃない。無限多分。あ、分からん。だからあと銃弾作んなきゃいけないから、弾の素材も、はいはいはい、弾の素材だな。あとちょっと調べてみよう。弾の素材って調べてみます。 OK です OK です。サルトライブの弾丸は火薬か。火薬ってどうやって作るんだ。過去なんだろうね。ポリマって無限にいるんじゃない、どうせ。ポリマ行くか。鉄、セメント、ポリマは無限でいいってさ。 OK っす。多分無限でいいと思う。装備にも使うしね。スタンミちゃんのとこは戦争できないかな。日曜日ぐらいまで待ってあげてもいいかもな。そこまでして別に勝ちたくねえわ。ぶっ壊れたとこ俺ら順当に強化してんのに、そこまでしても勝ちたくねえわ。よし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 。ちょっとな、俺も。あ、オカリング、あれ欲しいよな。なんか後ろにつけて飛ぶやつ欲しい。何の話。小回りとかしたら無理ゲーや。これ便利だよ。それ
欲しいっす。俺もらったからわかんねえ。え、マジでいいな。それどうやってあれするんですか。わかんない。リリムさんが持ってきた、みんなの分。いいな。いいだろう。いいだろう。じゃあ関さん、下にプテチ持ってきてください。オッケー。プテチ本当にプテチのこと気に入ってるよな。はい。大好きなんですよね。あ、ごめん。プテチちょっと待って。プテチ重すぎる荷物が。ちょっと待って。連れてこ。おい。ほら。来た。よし。やべ、俺もプテチ重すぎて止まれ。荷物持ってきたならこっち来てよ。こっち。あのこの金庫のとこに無理。こっち。ここに、ね、ここから入れるよ。ちょっと待ってくださいね。荷物。これ最強。見て。どこっすか。これ。ちょっと待ってくださいね。いや待てない。どこや。ここや。どこ？おーい。おーい。あ、そこか。ここ来てみ。ちょ来てみこれ。違うんすよ。革命だから。だから行けないんですよそれ。俺そこに。あ、違う。モルガンズいる。モルガンズね。こいつならいける。これ革命だから革命。もう中に入れなくていいんだよ俺。これ触ってみこれ。なんでしょうこれ。モルガンズ。これ触ってみこれ。ちょっとマジで無理や。俺そこ行かれへん。どこ行った。キャラコンでしょ。違うっすよ。拾ってください。これキャラコンじゃないっす。キャラコン。ここは簡単だよ。あ、やべ。え、ちょっ。食べちゃった。大概に性能に食われた。自分の鳥に食われた。大概に性能。ちょっと何してんすか。今のは俺じゃないでしょ。キャラコンでしょ。キャラコン終わってないですか関さん。俺じゃないモルガンズの。しかも自分の肉体食われてたよ。大概に性能に。ふざけんな。飛んできて食ってたよ。これでどうよ。なんかね、止めるのがむずいんですよねこれ。スペースこうして。どうよそれ。あー、もうマジで無理や。なんで右側にね、押してるのになんか弾き出されるんですよね。あー、ん、どういった。EA を押してちゃんと出てんのに壁に弾かれてるんよこれ。多分プテチがいるからだよ。あー、そうか、そういうことか。プテチどかすわ。これでいけるはず。あざっす。で、ここに乗ってね。はい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 。ちょ、大丈夫マジで。いや、ちょっとね、ちょっとこう乗って、ちょっとほらうまい。あ、いけたおかしいやん。乗ってこれで、もう違うよ。だからもう EA を押して俺出てんのに弾かれるんですってこれ。俺が連れてったるわ。キャラコンだって使い慣れてないんだよ。
キャラコンじゃないっすよこれ。キャラコンだよ本当に。使い慣れてないんだよ。はいはい。あー、いけた。ほら簡単じゃん。マシ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 。はいはいはい。なんかこれスタンミの声じゃないですか。来てんね。あれどこ？え？ん？おーい。ああはい、聞こえますか？聞こえますか？あ、どこ？あ、ちょっと。あ、あれや。あ、どうも。あれ、どこ？なんすか？あー、遠。正面にいるっすよ。あ、そうなんだ。これ関裕太の家だね。どこか。うん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 。なんすか？え？あ、いや、遊びに来ただけです。僕はお話があるんですよ。あー、オッケーっす。あ、やばい、すごい囲まれてる。関さん、はいはい、みっちーくんに、はい、まず僕たちはちょっと襲われまして、はい、戦争準備がはかどっていないんですよね。あの聞きました。さん、なんか割と言葉かに聞きました。あ、なるほどなるほどなるほど、そういう状況があるんですよ。その件で一応連絡も送らせていただいたんですが。あ、はいはい、ちょっとメンバーにあのね、あの日程ちょっと確認してる最中なんで。多分でも無理無理無理でしょ。いけるんすか。何が。俺が聞いた話だと割ととんでもない被害。俺たちは一応やる気満々なんだけど、うん、そのなんだろう、形式をちょっとこっちから要望があって、おう、昨日まだ決まってないとこ1個あって、どっちが攻めるかどっちが守るかっていう、はいはいはい、ところだったんだけど、うん、ちょっとその回答を20時までにちょっとこっちが出して、ちょっと要望を出させてもらいたいんですよね。攻めか守りか一回ちょっとチームメンバーで話し合うんで。なるほどね。ゲームの攻めか守りかどっちが有利か分かってなくて、はいはい、実際ちょっと有利な方を取らせていただきたい。まあまあまあ、別にいいですよ、そんな壊滅させられたような弱体化した組織に。いや、そこまででもないんですけど、別に。あ、そんなにでもないんだ。別に戦えるほどではあるし、あの士気は下がってない。士気はある。士気はね、士気はある、そこは大切でしょ。うん、戦争する気はうちは満々ですよ。なんかでも、あー、よかったよ。なんかでも俺すげえかわいそうになっちまって、なんか急にぶん殴る気が。でも全然ぶん殴りたいけど。違う、まあ、だからそれが怖かったのよ俺の。だからうちのチームは関裕太を殺す気で満々でいるよってことを伝えに来たってのもあります。なんか俺が聞いた話だと、うん、めっちゃ弱体化してるって聞いたんだけど。あ、別に普通に不思議だと思う。普通に不思議だと思う。あ、本当に目がだけだと思う。うん、よかったそれじゃ。普通に、うん、ぶっ飛ばせるから。うん、普通にそのなんか舐めてもらっちゃ困るし、弱くなってないし。での前になんですけど、うん、ちょっと僕らとしてもちゃんと万全の状態で戦争がしたいなっていうのがあって、はいはいはい。で、なんかこのワールドを荒らしてて、さっきもそこら辺に飛んでて、多分、うんうん、なんか時期に邪魔されたりすると思うんですけど、ミッチーってわかります？あ、うちにも来たよ。マジ？うん、なんかうちにもね。なんか被害出た？うん、扉は結構ぶち壊された。なるほどね。そう、なんか俺の案としては、なんかどちらかがその道を倒すっていうのは、そのどっちでまたその倒しに行った方が作業を、倒しに行ってない方が作業できちゃうから、なんかどっちも作業を止めるのがフェアかなと思って。だから形的になんか道が邪魔だっていうのがお互いにトライブにあるんだとしたら、まあ俺らは今晩ここは一度手を結んで今晩潰しに行こうと思ってたよね。なるほど、今晩ね、普通に結構してさっさと、もうさっさと行こうっていう判断だった。そう、うん、うん、判断やった。だったらもうちょっとここはもう一回共闘して、道パッと1時間ぐらいで潰して、各々の戦闘準備いきませんか。どうですか。これは一時休戦ってことですか。一時休戦ってことで、まあいいですよ。どっちみち
決められた日まで僕らは手を出すつもりはなかったんで、そちらに。そうですよね。はい、うん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 、今すぐぶん投げてやりたいところだけど。一回じゃあ競争といきましょうか。マジで今さら今すぐこの俺の焼いてやりたいところだけど、スタンビさんを。だからそれは俺もだって。あ、ごめん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 。何、あら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 、手出したよ。おい、熱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 い、ごめん、ちょっと。だからおめえの顔見るとイラつくんだよ。わりわりマジ。あまりにもおめえが無防備だからよ。出ちまったよ、俺の炎が。ふざけんな、マジで。あんまりは無防備なんだよ。またちょっと夜、何時ぐらいになりそう、その、壊滅させるのが。なんか、俺らは予行練習だと思ってるから、スクリームだと思ってるから、あ、そう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 。みんなが来てからかなって。了解了解了解。じゃあ、おのおのちょっと、メンツが若干集まってからってことで。また一回、了解。じゃあ21時ぐらいに、はいよ、連絡取りましょうか。オッケー、それで行きましょう。はいはいはい、お疲れっす。お疲れっす。俺のスーパーカブこっちまで来てたんだけど、スーパーカブ後ろで見守ってたっすよ。おせえ、牛みたいな。こっち来れますよ。はいはい。あ、でも攻撃的になってるね、みんな。ちょっと自分のは死んじゃったんですけど。あ、でもこの子中立だ。マジか。はいはい。あれエビオっていう子いるじゃないですか、こいつ。はい、はい、捕まえました。あ、そいつはね、捕まえました。これで、こいつ以外だったらじゃあ、なんかやったら攻撃的溶けちゃうんだよね、でも。あ、こいつも強いらしいですよ。なにこれ。ユータイラヌス、ユータティラヌスって言うんですけど、はい、雪山にいるんですけど、こいつ味方にバフかけれるらしいんですよね。あー、それってもしかしてあれですか、洞窟の下にいるようなやつですか。こいつか、洞窟の下ちょっとわかんないですけど、なんか違ったかな。雪山に群れてますね、こいつ。こいつ強いらしいです、意外と。じゃあその戦とか行く予定やったら役立つらしいです。なるほど、その戦闘とか用みたいな。あ、そう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 。こんにちは。あ、こんにちは。こんにちは。お、初期島から出られたんですね、ついに。かっこいいっすよ、これモフモフしてて。結構初期島に出られました、ついに。初期島めっちゃ遊んでました、自分。初日からいたっすよね、長いこと初期島に。あ、いましたね、いましたね、そう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 。でも分かるっす、あそこめっちゃ遊びました。あそこマジで住み心地いいんで、俺もちょっと離れたくなかったっすもん。いや、そうなんですね、僕も今離れて、旅館で終わったんですか、引っ越し。近く、あ、引っ越ししたんですけど、うんうん、だ初期島にもまだ残してて、たまに遊んでます。はいはい。結構時間かかるからね、引っ越し、大変ですよね。いや、そうですよね、モンスターボールみたいなのやっと作れたんで、これが作れたんで、やっといけそう。この辺マジで物資多くてうまいっす。いいっすよ。なかなかいいっすよ。どっかおすすめの物資ポイントあるんですか。おすすめ物資ポイント。おすすめ。でも、Y1 とか、みんな取るっすね。ここで。この近くで。最初に。あ、本当っすか。あ、僕もね、1体取りました、この。ああ、悪い白竜。いや、やってるじゃないですか、もう。そうそう、卵さっきゲットして。ああ、早い。もうやってんじゃないっすか。物資。結構いい感じっすか。いや、めっちゃいい感じですね。ワイマン最強なんで。物資ポイント。なんでもあるですよ。なんでも。あ、じゃあ一ついいですか。はい。その、背中の子ってなんですか。あ、これ、飛べるんす。はい、なんか。うっすマジか。どっかにいるんですけど、これちょっとトライブの人持ってきたんで、はい、俺わかんないんですよ。多分火山なんですかね。めっちゃいいっすよ。あ、火山もあるんだ。あ、めっちゃいいっすよ。その子の場所は右下らへんっすね。そうなの。右下って砂漠ってことですか。いや、砂漠じゃなくて、ちょっと見たことない。だいたい60縦55の横60とか付近にいますね。へえ、メモとこ。いや、欲しいな、そこら辺で捕まえてたはずです。
そうなのか。こいつの最強のやつが欲しい俺。それにもこの最強さ強さがあるんですか。若干あるっすね。若干。へえ。でもパタパタだ。いらん気もするっすけど。すごいな。ずっと飛べるんですか。レベル上げたらもうずっと飛びますよ。もうずっとってかまあほんとずっと飛びますよ。でもほぼすごいな。羽生えてみたいなもん関さんに。これめっちゃいいですよ。あの海に落ちた時とか飛行ペットに置いてかれた時これ飛んで乗れるんでマジいいですよこれ。あそっか、絶対飛んだ方がいいです。保険になるのか。そう、絶対取った方がいいです。いや取り行こう。あと間違えてペットから降りた時とか空中で、はいはいはい、めっちゃ最高ですよこれ。滑空もできるし。おおだか。かっこいい。めっちゃかっこいいな。トリコ、お名前なんていうんですかそれの。なんだっけこれ。なんていうんですか。の名前なんかシノマってやつ、ね。人影って申します。人影くんだ。シノマ。あちょちょちょ。あちょっといいな。取れない。ちょ、どこ行くのこいつ。火の間、人影、取り行くかちょっと。シノマクロプスって名前です。シノマクロプスって言うんですか。はい、シノマクロプス。取り行こう。やだました。ちょっとちょいちょい見に来ていいですか。ちょっといろいろいてめっちゃおもろいんで。もちろん見に来ていいですかちょっと恐竜くん。はい。あ、いいですか。たまに屋上危ないんで気をつけてください。なんかやってるんですか。ドラゴンがなんか攻撃するんですよねたまにこいつ。あ、なるほど。攻撃モードになるんですよね。気をつけとこ。じゃあそこだけ。まあ屋上以外は大丈夫です。あ、オッケー、そうです。ちょっとまた見に来ますわ。ありがとうございました、本当に。あざっす。あざした。あ、なんか、やばい。かっこいい緑だ。いや、怒ってるかも。やば。あ、どういうか。ちょっとこれ怒ってない。なんかみんな移動してない。これ大丈夫。なんかブチ切れてます、ブチ切れてます。なんかこういうもんだ。これ、あ、痛い。これ、ブチ切れてる。何人か。ちょっと。おい、やめろ、お前。こら！ダメ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 。モルガンズも綺麗だね。モルガンズはあれか、獅子大臣やっぱダメだな。これむずいな。やっぱこれ獅子大臣するとあれになっちゃうんだ。これちょっと覚えよう、自分のドラゴンだけ。怒ってたんですけど多分もう怒ってないんで。はーい。自分のペットだけこれ指示出せるようにやり方覚えないとな。いや消えるんだよねこれ。誰か殺しにかかってくるんですけど。ああ、これえ誰が死んだ。え、アルゲントミス俺いっぱい育てようと思って、金庫に、金庫ってか荷物を踏みに産んだ瞬間、みんな殺し。あのね、これね、さっき入られたからこいつら攻撃的なんですよ。ああ置いてたんよな、そういえば。なるほど。攻撃で全員。そういうことか。死んだ。ボコボコにされてた。ああ、じゃあ速攻、もう一瞬で刷り込みしないとなんですね、仲間判定に。ちょっとこれ、どうにか。いや、しまうわ。いいよ、多分大丈夫。タレットも危ないのか。ちょっと しまうわ。マジか、その上で死ぬんだ。やばくね、こいつら。もう一瞬で死にましたね。この子たちはちょっと僕の子じゃないんですよね。まあでもすいませんね、ちょっとうちの子が。いや全然大丈夫っす。アルゲンでよかったっす。かわいそう。まさかうちの子がしまうか。
ちょっとモンボ用金庫を作るか。そうっすね。これ抜かれるじゃんね、冷蔵庫。あ、冷蔵庫ってあそこ触れるのか、これ。うん、抜かれちゃうんだよ。あ、モンボ用金庫を作った方がいいかもな。さよなら、アルゲン。さよなら。いや、こいつは中立で置いとくか。大丈夫です、中立にするんで。あ、オッケーです、オッケーです、オッケーです。こいつは強いんだよな、雑魚だけどレベル高いから。一旦これか、これっぽいな。こんにちは。ああ、こんにちは。あ、こんにちは。あ、キノコさんや。お、あいつ来たのか。こんにちは。こんにちは。なんか、あ、ウルカさんか。はい。戦争があるって話を聞いて。はいはいはい。なんか何、なんか何が起こってるのかちょっと聞きに来て。ハセさんしたわけだ。来てくれるわけだ。そんな大したもんじゃないですけど。大変ってんだ。マジで初心者っすよ、本当に。いや、全然大丈夫っす。戦争は、はい、まあ、本物の戦争は、予定は、第一希望は、ちょっとまだ分かんないですけど、あさってってなってる。あ、そんな早いんだ。そう。ちょっとでも変わる可能性も全然まだ。はい、あるけど。なんで戦争してるんですか、ちなみに。いや、なんかすげえイチャモンつけられて、サンミージャパンのとことやることになって、すげえイチャモンつけられて、そう、まあ互いにヒートアップしちゃって勝ち切れて、まあ戦争の、あ、でそれで、そう、こうなったわけか。こうなったわけだ。なるほど、こうなったわけ。そうなって、今日は別のところにちょっと報復潰しに行く感じかな。拠点荒らされたんで。あ、それもあるんだ。そう、今日も一応ある。なんか多分9時ぐらいだけど、みんな来たら行こうかなと思ってたけど、まあでも来なかったら、来なくても多分9時ぐらいかな行くっす。じゃあそのスタンミニホンさんとこと、いずれドンパチ、いずれ、そう、近いうちにドンパチ、って感じ。ぜひ来れるなら。簡単なことなら手伝えるですけど、なんかあります？簡単なこと、簡単なこと、簡単なことか。簡単、なんか割と今のところこのプテラが限界ですね、自分、うん、まあガンガンなんか自分の、あ、これめっちゃめっちゃラグいね。自分のペットとかガンガン育ててもオッケーっすよ。めっちゃラグです、めっちゃラグです。超ラグい。資材とかラグすぎて。資材とかって足りてます？はいはい、資材はまあぼちぼち、結構不足してるものも多い。まあ言うて集めると思えば集めれるんで。ぼっちぼちか。そう、なんかペットとか全然テイムして。でいいんじゃないかな。集めんのがちょっと、うん、ペットテームか。あ、なんだっけ、アルゲンとかかな、プテラの次だと。はい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 。ガンガンテームしたら、アルゲン集めたり、なんかあれ集めたりか、物資集めたり。そう。え、ここが本拠点なんですか？ここ本拠っすね。あ、ここ本拠、あ、じゃあなんか物資とかあったらここの中持ってこればいいってことか。うん、助かるっす、そうしてくれると。マジでちょっとあざっす、やってみます。はーい、俺頑張るよ。よいしょ。あ、エビオさん、おはよう。エビオさん、おはようございます。
元気になりました。あー、ガイルス。ちょっと見にくい、ここ。なんか大変なことになっちゃったんですよ、拠点が。ちょっといろいろあって。なんでなんですか。ぶち抜かれたんですよ、これ。誰もいない時に。誰もいない時、ぶち抜かれたんですよ。なんでですか。だから、ちょっと。どれ抜かれました。いや、中身は取られんかったっす。え、どういうこと。あの、普通に壁とか全部壊されたんですよ。大損害っぽいっす。誰っすか、まあ、誰っすか、誰っすか。ミッチーさんっすね。俺悪逆非道だな。なるほどね。わかんないながらにちょっと立てるしかなくて、とりあえず立てたんですけど、はい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 、時間ができてて、あとはタレットとか今立て始めてるんで、はい、いいっすね。僕もちょうど今日はタレットかなと思って。あ、俺もそのつもりだったんで、どっちみち。そうですよね。一応ね、はいはいはい、多分大丈夫なんですけど、あのペットとか全部金庫に入れたんですけど、金庫っていいこれ、はい、ロックかけれないっぽいんですよ、サーバーの設定で。これどうすか、ラグいか、人が触れる、これ触れるかも。今運営に確認したんですけど、アンロックロック出てこないですね。ロックアンロック出ないですよね。できないですよね、これ多分触れちゃうっすよね。それともデフォルトで触れないのか。なんでだ。今サバ設定っぽいんで運営に問い合わせたんですけど、確認中らしいです。はいはいはい。なんかぽいなこれ。金庫に入れるのってそんなにないんですか。ああ、金庫はもう壁にするしか。C420 発されるガードで使うってことですね。そうですね。金庫壁ってことですね。はい。一応これにしたせいで搬入しづらいんで。はい、ここの金庫、はいはいはい、外からこれ入れられるようになってるんで、まあ、抜かれちゃうんですけど、これなるほど、そうやって入れるって感じ。はい、これで搬入し、はいはいはい、ディールにします。もう中めっちゃ入っちゃってるけど、うん、ぐちゃぐちゃ。外どうしましょうか。タレットって今タレット屋上に4つぐらい置くかって話をしてて、でヘビタレット一つ角置いてみたって感じですね。そう、ヘビタレット弾めっちゃ使うらしいんで、ちょっと8カ個作ろうかな。どれ、火薬、火薬か。え、ヘビタレでいきます。置くのはどっちがいいんですかね。ヘビタレの方が強いけど。強いっす、めっちゃ強いっすけど。じゃあ弾の消費が尋常じゃないっすね。一発4発だよね。4点バースト、はい、そうそうそう、うん、まあヘビタレにしときますか。でもせっかく置けるなら、はい、4つ角はヘビタレとかでいってみます。スカダはヘビタレにするか。入り口だし、え、これ上からしか今入れないんですよ、もうここ、うん、下から入れないようにしたんで、もう閉じちゃいました、金庫も置いて。ある程度。うわ、すげえ、ちゃんと。いや、マジゴミっす、ちょっと分かんなくて。こことか1枚しかないんで、1枚しかないんで、ここタレット置かないと多分すぐ抜かれるっす、ここは。そうっすね、タレットで。いや、でもこの城マジでいいのが、うんうんうん、あの縦なんですよ、形が。だからその本当はね、普通の拠点だったら、うんうん、あの金属をめっちゃ縦に積んで、あのタワーみたいなの作んなきゃいけないんですけど、はいはいはい、多分ここはね、作んなくてもパレットがそれなりに機能するんじゃないかな、色味。なるほど、ザウルス。上に置いておきゃいい可能性がある。それはなるほど、ザウルス。あとはまあ入り口ですよね、この出入り口にいっぱい置く。あと、なんだっけ、電源壊されたら終わりなんですよ、タレット。あれ、タレットって電源力ですよね。うん、電源ですね。電力ですね。そうなんですよね、だから電力だけは死ぬ気で守んなきゃいけない。死ぬ気、了解。あれ、こいつめっちゃ大切かな。待って、俺の岩掘りザウルスがいねえ。ひなこさん、はい、誰だ。外来て。あ、ボブさんか。外来て。はいはいはい。ミッチーさんとはどうするんですか、俺ら。今日の9時ぐらいに、なんかサミが来て、とりあえず、潰さねえかっつって、ワイバー軍、潰すようにしました。倒しに行くようにしました。えぐっ !C4 とかちょっと用意しないとダメっすね。C4 とか一つ弱すぎるやつおるって、26レベルおるって一人。高いやつと低いやつ。うわ、キンモ。ワイボン、おぉ。すげえ、なんすかこれ。めっちゃ捕まえてるじゃん。ちょっと待って、死ぬ死ぬ死ぬ。すげえ、ワイバングすげえ、めちゃめちゃいいじゃん。ここ切りしたらみんなでブレズ吹くんよ
すげえ勝ちやん、そんな。勝ちやん。え、神じゃん。タレットの弾は全部吸収するかもしれん。あ、そっか、タレットだけちょっと弱点なのか。いや、みんな体力だけに振ってるから、タレットの弾はこいつらが全部。あー、数カメってことね。タンク役なんだ、まさかの。それはいいですね。すごめっちゃなんか急にファンタジーの世界になった。なんか今日ボブサペイさん、はい、ミッチさんにギガノートパクられたっていう話聞いたんですけど。いや、そうなんですよ。なんか今日なんか三味のところと僕らのところもなんか扉壊されたり物抜かれたりしたんで、今日しばきに行こうって話になってんすよ、はいはい、どうすか。いや、ぜひ参加させてください。なんか9時ぐらいに三味が来るって言ってました、こっちに、はい、あ、OK です。じゃあ9時ぐらいにまた戻ってきます。はい。場所知らないけどね、多分三味は知ってると、三味は知ってると俺は思ってる。ねえ、これすげえ、こうやってるとタレットとりあえず四隅に置くのはすごくいいかもしれないです。帰ってくるすごいな、あれ怖あれ、すごくね、あれ。こんなの襲いかかってきたらもう無理やけど。あれやばくないっすか。マジですごいね、あれ。すごいっすね。ワイバン軍団すごすぎでしょ。ワイバンはギガノトにめっちゃ強いらしいっす。へえ、おもろそう。